滝沢社長とのコラボから生まれた、ナンバー、愛の衝撃的なチャリティーソング。一瞬間の定段から生まれた感動の曲。ナンバー、愛のチャリティーソング解説。東日本大震災からの復興は、依然として多くの人々にとって重要な課題です。しかし、そんな中、音楽が社会的なつながりや支援活動にどのように貢献できるかを示す素晴らしい例があります。それは、ナンバー、 愛のメンバーが立ち上げたチャリティーソング、Beyond Your Side です。ナンバー、愛の曲、Beyond Your Side が、被災地の方々への支援のために生まれました。メンバーたちは滝沢社長と協力し、チャリティーソングとしてこの曲を制作しました。彼らは、歌詞を通じて励ましではなく、共に支え合うメッセージを伝えたいと考え、夜が明けるまでホワイトボードに集まった言葉を駆使して制作に取り組みました。メンバーたちは、 歌詞を通じて単なる支援ではなく、共に共感し、励ますことを願いました。そして、彼らの思いを形にするために、夜が明けるまで言葉を集め、一週間かけて曲を制作しました。この曲を通じて得られた収益は被災者の方々へ送られる予定であり、これを聞くことで被災地への支援に貢献できる機会が提供されます。ナンバー、愛は、これまで以上に多くの人々にこのメッセージを届けることを願っています。 この曲の収益は被災者支援活動に寄付される予定であり、これによって多くの人々に希望と支援を届けることが期待されています。彼らの使命を支援し、彼らの音楽を楽しんでくれる人々に対し、ナンバー、愛は感謝の意を示しています。さらに、彼らの音楽は単なるエンターテインメント以上のものであり、彼らのコミュニティや社会に対する影響は大きいです。彼らのチャリティーソングの制作過程や背景には、 被災地の復興支援への強い思いがありました。特に、ナンバー、愛のデビュー日と震災が重なったことから、彼らは被災地の子供たちの未来のために何かできることを模索しました。彼らの活動は単なる音楽制作にとどまらず、社会的なメッセージを使えるものとなっています。彼らの音楽を通じて、人々は共感し、励まされ、希望を見出すことができます。彼らの歌声は、 単なる耳に心地よいだけでなく、心に響くものです。そして、その影響はコミュニティ全体に広がります。ナンバー、愛は単なるアーティストにとどまらず、コミュニティの一員として積極的な役割を果たしています。彼らの音楽は、人々を結びつけ、励まし、支える力を持っています。その使命を達成するために、彼らは継続的なサポートと共感を求めています。そして、彼らの音楽は、 多くの人々にとって心の替となることでしょう。n ンバーアイ・ e i は震災とデビュー日が重なったことから復興支援に対する熱い思いを持っています。彼らの音楽は被災地の子供たちや地域コミュニティに希望と力を与えることを目指しています。彼らの取り組みが少しでも多くの人々に届き支援の輪を広げることを願ってやみません。さらに n ンバー・ e i の音楽は単なる楽曲の枠を超えて コミュニティの一体感を醸成しています。彼らの音楽は、被災地の人々や支援者だけでなく、世界中の多くの人々に勇気や希望を与えています。特に、彼らのライブパフォーマンスでは、独自の歌い方やアレンジが聴衆を魅了し、心に深い感動を与えています。このようなアーティストの取り組みは、単なる音楽活動を超えて、社会的な意義を持つものとなっています。彼らのチャリティーソングやコミュニティ活動は、 単なるエンターテイメント以上のものであり、社会に対する彼らの貢献を象徴しています。最後に、この曲を通じて、被災地の人々や支援者が一層結束し、未来に向けて希望を抱くことができることを願っています。ナンバー、愛の活動は、音楽が持つ力を最大限に活かし、社会にポジティブな影響を与えています。彼らのこれからの活動にも期待したいと思います。